はいどうもこんにちはクレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は7周年情報をまとめ動画撮っていきたいなと思います。はい。ということで昨日ね、7周年記念特番放送されたわけなんですが、ミラー配信のご視聴ありがとうございました。またちょっといつもとはね、違った雰囲気だったんですけど、新鮮で僕個人的にもめちゃくちゃ楽しかったです。はい。ということで今回ですね、そこから一夜明けまして、特番で発表された中での重要トピックスっていうところをピックアップしてまとめてきましたので、まあぜひですね、まあ、特番見た方も、まあ、はたまた特番をそもそも見ていも、 いないよっていう方もまあ、これだけ見ておけばねまあ。重要ポイントは、えー、もうまとまっておりますので、まあこの7周年のね出た情報っていうところをバッチリ理解できる動画に、えー、していきたいなと思います。で、まあいろんなね。発表があったわけなんですが、7周年注目ポイントをまとめるとこの5選かなと思います。それがこちらです。はい、まずは1つ目がアニバーサリーの情報ですね。まあ、これ毎年恒例になってますが、えー、こちら公開になっておりますので、まずそこが1つで、あとは7週連続のキャンペーン。これはもう7周年にかけた7つのキャンペーンということで、まあ、そちらと。あとは新コラボの、ね。の 情報も来ましたので、そちらをまとして、さらに、イチローセレクションと予想キャンペーンそして、サイリンガチャのね、開催というところが発表になってますので、まあ、こちらも触れて終わろうかなと思います。まあ結構ね、いろいろ情報が前後している部分とかも特番の中であったりして、まあ、特にイチローセレクションのね、内容がかなり濃かったこともあって、前半の部分とか忘れちゃってるよって方もね、結構いるんじゃないかなと思うので、 まあその辺も改めて見ていただければいいかなと思います。ということで早速本編どうぞ。 さあ、ということで、まずは一つ目、アニバーサリー情報からですね、アニバーサリー情報で出た内容としては、まあ、いつも通りであるんですけど、第1弾と第2弾の振り分けと写真が発表になりました。まあ、今年の背景はですね、花火っぽい感じなんかなっていう気がしましたね。まあ、正直、ここは動画で見てみないと、今回出てるのは静止画だったんで、まあ、そこはちょっとなんとも言えないかなっていう感じでありますけども、まあ、かっこいい感じにはなってるんじゃないかなと思います。で、ここがね、一番大きな内容なんですけど、第3特殊能力、今までアニバーサリーは選抜っていう特殊能力がね、毎回 ついていてたんですまあこれさらっと触れられてたんですけど結構重要なポイントかなと思ってて今まではね選抜ってまあまあ普通に100%発動してくれる特に野手とかだと100%発動してくれてまあいい特殊能力だよねっていうところではあったんですが例えば投手とかだとタイピンが消えちゃったら弱くなるよねとか、まあ、あとは攻格が選抜になるんだったら通常の方が強いよねみたいなポイントもあったんですけど、まあ、そこがねこの選抜から新特殊能力に変わることによってアニバーサリーが。 特に各球団純正やってる方が必須級になるのかとかね、まあ、その辺が注目ポイントであるんですが特殊能力の内容は明かされなかったので、まあ、ここは登場日のお楽しみっていう感じなのかなとは思いますね、まあ、ただ前提として選抜よりも強い特殊能力にはなるんじゃないかなと思ってますでアニバーサリーの登場日ですが大地さんは11月の1日火曜日15時からというところで確定していますね、まあ、2段以降のスケジュールは発表になってないんですがまあ例年の流れで言うなら10日間開催で11日前後とかかなで続いて で、2つ目が7週連続キャンペーンと新コラボ情報ですね。はい、こちらも公開になっておりまして、まあ、今画像がね出てると思うんですけど、こんな感じの内容になっております。 で、4週目のハテナハテナハテナの部分は、動画の後半部分、配信の後半部分で明らかになってまして、一郎セレクションの予想キャンペーンの結果に応じて内容が変わるよっていうシステムになってるみたいですね。まあこれはちょっとまた後ほど一郎セレクションの時に触れたいなと思います。で、7週目はですね、まあこれもね、ちょっと不せ字になってるかなと思うんですけど、こちらがスパーク100人分の1位とのコラボということで、まあ毎年ですね、このスパークっていうスポーツ番組の中で、プロ野球選手が選ぶ各ジャンルですごい選手みたいなね、 まあ投票企画があるんですが、まあ、そこでの上位の選手になるのか。 1>, まあ1位のの選手だけになるのかちょっとシステムはまだね明らかになってないですけれどもまあそこで選ばれた選手が出るっていう感じかなと思いますでねここにすでにもう第3弾という表記があるんですけどこれが非常に気になるポイントで3弾まで出すってことはそれなりの人数が出るんじゃないかなっていうのも一つポイントなんですよねで時期的にはアニバーサリーが終わった頃からえこのガチャが登場になるんじゃないかなっていうのは予想として現状僕は持ってるんですけどまあこれもっと突き詰めてねこの動画で予想してもいいんですがさすがにちょっと長くなりすぎちゃうんでこちらまた別途単体でえ動画の 取ろうかなと思ってますで続いて3つ目なんですが今後開催予定の新イベントが発表となりましたでこれ内容がですねプロスピヒーローズという新イベみたいなんですが明らかになった情報はこの画像1枚だけだったんですよねまあ名前からしても画像からしてもなんとなく悪役というか、まあ、ヒールを倒していくような 悪役を倒していくようなイベントになるんじゃないのかなという感じはするんですが、まあ、ここはちょっと全然情報が明らかになってないので、まあ、今後が楽しみかなという感じですまあでも現段階でそこまで細かい情報が発表にならなかったってことは結構先の開催なんじゃないかなって予想はしてますねで続いて4つ目が機能面でのアップデートについてですねはいまあここはね結構注目されてるポイントとしてはあったかなと思うんですけどまず1つ目が選手名鑑に同一選手絞り込み機能が追加されました これどういった時に使うかっていうと例えば全シリーズと今シリーズで。 まあ、例えば通常が出たタイミングで、まあ、どんな感じで能力が変わってるかとかねっていうのを比較するときとかにかなり便利な機能かなとは思いますね、まあ、これは楽しみ方次第にはなるのかなと思うんですけど特に結構ね選手メーカー眺めてるだけでも楽しいみたいなユーザーって一定数いると思っていて、まあ、そういった方にとっては嬉しいアップデートになるんじゃないかなと思いますで続いて2つ目が選手量の追加ですねはい、まあ、こちらが行われるこれも待望だったんですがただ枠が広がるだけではなくて第2選手量っていう いいううのが作れるるようになるらしいですこれ第3第4とかも一気に作れるようになってるのかあくまで現段階では第2までなのかっていうところは分からないんですが、まあ、これ分けれることによってですね、まあ、例えば2つにだけ分けれる第1第2に分けれますよって感じだとしても、まあ、これあくまで例ですけど A ランクのレベル MAX のボックスと B ランクのレベルマックスみたいな感じのボックス分けをしたりとかあとは12球団純正並行してる方とかだったら12球団用の A ランクと純正用の A ランクみたいな感じでボックス分けできたりするっていうのはかなり便利な 機能なななんじゃいいかなとは思いますね、まあ、メインの選手ボックスがねなかなか分類できない感じになってるので、まあ、選手量でそれができるっていうのはかなり嬉しいですかねで続いて3つ目が選手のレベルアップのね UI が回収となりました、まあ、これはストッキ経験値を使う際のね 仕様ではあるんですけれども今までは連打であったりとか長押しっていうところがしないといけなかったんですけど、まあ、ここはレベルアップを一気にマックスにできるようになったりとかまた一定のレベルまでゲージでビーってあげれるようになるみたいですね、まあ、これもまあ細かいところではあるんですけど、まあ、時間効率とか、まあ、一気に育成することが多い方にとっては嬉しい機能かなとは思いますであとはですね、まあ、他にもいくつかアップデートは来ていて、まあ、それが一覧で今画像を出してるかなと思うんですけど、まあ、詳細っていうところがこの配信の中で明らかになってなかったので ですがまあ、おっきいアップデートではないかな。まあ、正直、大きいアップデートなら、まあ、配信の中でも触れるかなとは思うのと、まあ、そこまで何か大きく変わるようなものはないのかなっていう感じですね。まあ,あ、とは期待されてたガチャ演出の変更というところは、残念ながら今回もなしっていう感じでした。まあ、次のチャンスがあるとすれば、グランドオープンですかね。はい。で、続いて、まあ、今回のね、一番の目玉と言ってもいいでしょう。イチローセレクションのえ開催発表と、あとは予想キャンペーン、再輪についてのね、 えお話をしようかなと思いますまずえ最初に明らかになったのがイチロー選手のサイレンスカウトが登場するよということですねでこれが能力とかスピリッツっていうところは一切変わらず前回登場したえ春に登場したものと全く同じものっていう感じですなんでまあガチャ内容はね正直もうスピリッツ4100も出てますしまもう少し緩くてもいいんじゃないかなとは思ったんですけどまあ,あくまでもこれがイチローさんの価値っていうところでコナミさんも考えているのかなっていうような感じはしましたねななんででで登場ししたタイミングでどうしても獲得できなかった 向けの再臨っていう感じかなまあそれこそねイチローさんの排出が終わってからプロスペース最近始めましたよって方とか最近復帰しましたよって方もいると思うんで、まあ、そういう方は、まあ、これ取るっていうのもありかなと思いますでですねイチローセレクションが開催イコール新しいイチローが出るんじゃないかって思ってる方もいるかなと思うんですけどこのタイミングでスピリッツ4000のイチローが再臨するってことはイチローセレクションでは新イチローの登場はないと思っていいかなと思います、まあ、ないよって明言はされてないんで100%ないって言い切るのはちょっとあれなのかな と思うんですけど、まあ僕はもう99.99% 99ないと思ってます。まあ、そもそもイチローさんが新しく出るのであれば、それをね。ピックアップして発表すると思うんで、まあ、ほぼないと思っていいかなと思います。で、えー、一番大きなところとして、イチローセレクションの開催がね発表となりました。で、内容としては全球団から1名ずつイチローさんが選んだ選手が登場するガチャとなってます。まあ、動画もねえ、イチローさんが喋られてる動画も公開されてまして。 まあ苦しめられた選手、対戦して苦しめられた選手とか、また尊敬する選手っていうところが選ばれてるような感じになってるみたいですね。で、その他に現段階で出てる情報はこんな感じになってまして、選出した時点でのポジション被りがなし。で、えー、黒木さん、前田さん、王さんの誰かしら一人以上は出るっていうところがね、 まあとはプロスペースのメインポジションでライトと中継ぎの選手がいないよっていうところとあとはファーストが2人いるっていうところと、えー、投手が4人入ってるよっていうところが、えー、プロスペースの公式ツイッターの方でね、えー、下3つが発表になってるんですけれども、まあ、ちょっと矛盾というか、まあ、ポジションかぶり選出のタイミングではなかったけどファーストが2人いるあとは投手が4人入っているっていうのは、まあ、あくまでも一郎さんの頭の中での構想とプロスペースにおける能力っていうところが、まあ、合致してない感じにはなってるの かなっていうとこイチローさんが例えばサードで選んでるけどプロスペース的にはキャリアハイの。 適性を考える成績を考えた時にはまファーストが適しているとかっていうような感じのイメージなのかなとは思っていてまあそもそもプロスペースにおいて DH がメインポジションっていう選手はいないですしまあそういった兼ね合いもあるのかなとは思いますねでまあここに関してもですね予想っていうところは本当にいろいろ喋れるところがあるかなと思うんですけどまあこちらも長くなってしまうかなと思うので別の動画で一本単体で出そうかなと思ってますでイチローさんのねセレクションの予想キャンペーンっていうところが開催も発表になってまして内容としては10月の13日 13日から毎日1回12選手の予想を投稿することができてそれが何人的中しているかっていうのを知ることができるみたいなんですよねでこのキャンペーンにおいて全12選手を的中できるユーザーが現れたら7週連続キャンペーンの4週目の報酬が豪華になるみたいですね一応内容的にはこんな感じですでね、まあ、これパッと見12人的中なんて無理じゃねって思うと思うんですけど Twitter 等でこの情報っていうところをユーザー同士が共有して集めていけばたどり着ける可能性って っていうのは全然あほ、まあ、本当にここはたくさんの人がね予想を投稿して、まあ、情報をいかに得られるかっていうところが勝負にはなるかなと思うので、まあ、僕もねこのキャンペーンに関しては毎日参加しようかなと思ってますぜひ皆さんでね、えー、協力していきましょうでさらにですねこれに合わせて全球団オールドユニフォームの実装が発表になりましたこれはねもう個人的にもずっと欲しいって言ってきたのでマジで嬉しい機能ですねとういうのも、まあ、動画とかでも言ってましたけど OB であったりとかタイムスリップの選手が今のユニフォームを着るごとにやっぱ違 感があって、まあ、どうしてもねこうなんか馴染んでないというかっていうところはずっと思っていたので、まあ、もちろん年代がねどうしても限られるところであるんですけども、まあ、この実装というのは非常に嬉しいかなと思いますでも、まあ、あとはねいろいろ巷でも話題になっているところでありますがこのユニフォームの年代っていうところがイチローセレクションのヒントにワンチャンになってる説もあるっていうね、まあ、そんな安直じゃないだろうと思う反面、まあ、ここもねもちろんヒントを予想できる要素の1個ではあるかなと思うので、まあ、この辺も触れつつちょっとまた改めてね 中にこのイチローセレクションに関しては動画を出したいと思いますのでぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。 はい。ということで、以上、今回はですね、特番で明らかになった、えー、情報について、えー、まとめていったんですけども、いかがだったでしょうかまあ、様々ね、いろいろ感想があって、もうちょっと機能面の部分アップデートしてほしいなっていう声もあるのはもちろん同意ですし、まあ、僕も思うところはあるんですけど、まあ、何よりもね、こう、一郎セレクションを含めて、まあ、間違いなく7周年盛り上がるだろうなっていうところは感じられたので、まあ、ここは純粋に楽しみに待ちたいなというふうには思います。ぜひ、皆さんのね、感想というところもコメント欄にで書いていっていただければと思います。ぜひ この動画少しでもね参考になった分かりやすかったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録合わせてよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました